おはようございます。今のとこ晴れてます。午後から雨予報です。今日はですね、休みです。一昨日も休みだったんですが、今日、水曜日休みだったんですが、一日働いて今日金曜日、また休みです。水曜日は一日中勉強して、まあ、こもり気味だったですけど、今日もね、勉強しようと思いますが、まあ、その前に散歩です。今日の方がね、なんとなく気分がいいですね。で、しかも余裕がある。ちょっと出かけたい気持ちもあります。出かけようかなって感じですね。体調はね、なんか体力落ちたなって感じで、もうちょっと鍛えたいなとは思うんですけど、体調が悪いのか体力が落ちたのかよくわかんないですね。まあヘルニアのね、動画最近撮ってないけど、あのヘルニアの調子もね、すごい良くなってるっていう感じはないんですよ。ただまあ1年前ほんと3月に寝込むほどの、激痛があって、その時は別に麻痺はなかったんですが、2年前か、やっぱり2年前からの麻痺よりはマシですかね。2年経ってようやく麻痺が治った感じです。まあ治ってないんだけどね、完全じゃないけどだいぶ良くなりました。で、激痛は去年の3月かからはないです。まあ、あんまりね、あのヘルニアの動画ばっかりも申し訳ないので、まあ一応ね、1年立ちそうなんで近況報告。ああ、蔵王が見えますね。今日は雪の中か。なかなか最近登山に行けないからな。正月に両神山行ったぐらいで、もう2週間経ってしまいました。まあね、勉強の方が忙しくてね、なかなかそっちが進まなくて、まあ形になったら皆さんにお話ししたいんですけど、まだね、仕込み中なので、まあ、勉強っていうところだけは皆さんにお話しできますが、何をやってるかっていうところまではね、まあでも仲間がね、少ないですけど2人いて、LINE グループ作ってて、その中でいろいろ教えてもらってるんでありがたいですね。で、今朝はもう5時に目が覚めてしまったので、その LINE グループを見返して、ああなんかいいこと言ってたな、私はその時聞いてもわからなかったなってね、ちょっと思いますね。やっぱりタイミングですよね。アドバイスもらってても気づかないとかわからないとかっていう、自分の成長段階っていうかね、ステージっていうか、その時に聞いても分かんなかったことが、まあ今半年ね勉強して今聞いたら分かるっていう感じでした。で、なので今日はね、YouTube でね、その動画を教えてもらってたんですけど、それをね見返そうと思ってます。まあ過去をね、過去っていうんですかね、まあ見返してっていうのかな、それで勉強してます。今日も復習です。あ、そっか、復習だな。復習が一番大事ですね。過去を見返してっていうのは復習してます。まあ、予習っていうのは特別ないんだけど、で、まあ、現実に生かしていくことなんでしょうけど、まだね、現実に生かすほど技術がないので、まあ現実っていうのかな、立ち向かってしまうと負けてしまうので、今一生懸命ね、過去に遡って練習してます。で、いよいよね、デモンストレーションで勝てそうなら、立ち向かえそうなら現実に向かっていくっていうね、
訓練をしているところです。練習中です。ああ天気いいな。今日午後からね、雨降るっていうから、あの蔵王にかかってる雪雲がこっちに来るのかな。午前中のうちに散歩を済ませて、午後は勉強したいと思います。この階段登ってちょっと景色だけ見て、帰りたいと思います。眺めがいいからね、あそこ。ここ上がったところが景色がいいです。あ、海が綺麗に見えますね。冬枯れしてるからなおさら見通せるな。こんな感じのとこです。あ、いいですね。おはようございますって感じですね。海が反射して綺麗です。少し眺めてから帰りたいと思います。勉強の話します。これまでの勉強は本を読んで勉強したつもりになってたんですが、まあ、考えてみたらそれはインプットなのかな。確かにいろんなことを学べましたけど身についてなかったですね。それで要は今はアウトプット、実践、それからなんて言うんだろう、技術練習っていうのかな、やってます。それはまあある意味自分の体でね、練習してっていうか再現できるように練習してます。まあアウトプットかな。で結局まあ習い事がねできるようにならないと、まあそれはできたって言えないですからね。これまではできてなかったなーって思いますね。本読んでできるようなつもりになってたっていうかね。まあそんなところです。今は練習してます。来た道帰ろっかな。ああ天気がいいですね。なんかね、頭ではできるつもりになってるんですけどね、いざやってみるとできないんですよ。これがなかなか難しい。で、知識でね、知識を身につけたらなんとなくできるつもりになっちゃうんですけど、やっぱり実際は難しいですね。まあ働くって難しいなって、まあちょっと今の勉強はね、働くっていうことではないんだけど、お金を稼ぐのって働くのって難しいなって今の仕事をやってても思いますからね。まあそれにちょっと今やってることは、勉強してることは近いですね。働くって難しいなって思います。まあその働くっていうことで言うと、人をまとめるとかね、マネジメントするとか、10年20年やりましたけど、私にはできませんでしたね。なんか才能がないななんて落ち込んでしまいますが、やってみてもできませんでしたね。まあできなかったのか難しかったのか、まあやっぱり人の上に立つっていうのは気持ちではね、なんかお山の大将でいたいなって思いましたけど、リーダーでいたいなって思いましたけど、結局リーダーにはなれませんでしたね。でそのリーダーになるにはとか、経営の本とかね読んだけど、やっぱりそのようには現実は動かせなくて、まあその本を読んでみるっていうことと自分ができるっていうことは全然ね、別物でしたね。まあやってみて10年20年そのリーダーっていうのもね、やってみてできませんでしたね。なので今一人でね稼ぐ方法をいろいろ勉強してます。
まあ、人をね、使うっていうか、束ねるっていうか、私にはできませんでしたね。はい、さて、散歩もそろそろ終わりです。よくね、過去を思い出してしまって、そのリーダーになれなかった過去ですね。で、そこでくよくよするよりは、まあ、何回もね、思い出してしまうので、まあ、それによって自信をなくしたりしてると思うので、もうそれね、考えるのやめにします。なので、次に行きたいので、今次のね、結果を出したくて勉強してます。まあ、それが多分一番だろうな。自信を取り戻す。さて、そういうことで、今回のね、散歩雑談は終わりにします。もうね、過去にできなかったことをね、思い出して、才能ないなぁなんて嘆くのはやめたり、まあ嘆くだけじゃなくてね、思い出すのもやめて、次に行きたいと思います。まあ成功できなくてもいいんですけど、とにかく前向きにね、後ろを振り向かずにっていうか、リーダーはもう、まあ終わったことなんでね、リーダーにはなれませんでした。なので、次に、人生の次に進みたいと思います。次で、まあ思うようにね、次に進めてる感じが持てて、前向きになれたら、それでいいやって感じです。はい、今日も勉強します。あとはね、健康じゃないとダメですからね。健康で、こういう風に散歩して、運動、勉強、食事ですか、栄養。あれ?栄養、運動、睡眠だ。あと、睡眠、勉強、頑張ります。はい、長々と雑談に付き合っていただいてありがとうございました。また次の雑談でお会いしましょう。